窃盗未遂の疑いで逮捕されたホアン・フー・ホア容疑者。ホアン容疑者と一緒にいたところを不法滞在の疑いで逮捕されたマイバン・シー容疑者。栃木県警は今日、一連の強盗事件への関与が疑われる2人の身柄を検察に送りました。今月6日、松本市穂福寺町の住宅に2人組の男が押し入り、住人を縛って現金十数万円を奪い逃走した事件。栃木、群馬、福島でも似た手口の事件が起きていて、警察は合同捜査班を組み犯人を追っていました。栃木県警は昨日、日光市の被害者の名義のキャッシュカードで金を引き出そうとした疑いなどで2人を逮捕し、乗っていた車を押収していました。捜査関係者によりますと、押収した車と似た車が群馬県を中心に各地の現場近くを行き来していたことが新たに分かりました。松本市の現場の周辺の防犯カメラにも映っていたということです。警察は2人が群馬を拠点に一連の強盗事件に関わっていた疑いがあるとみて捜査しています。